キプロスのユーロビジョンソングコンテストでは、キプロスにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。キプロスは1981年大会で初めて参加した。2018年までの間で、キプロスの最高順位は2018年大会の2位である。なお、2020年時点で優勝経験がない国の中で出場回数が最も多いのはキプロスである。 初参加の後、キプロスは1988年大会と2001年大会を除いて毎年参加を続けている。1988年は選ばれた曲が参加資格を満たさないものとされた。この時に選ばれた曲は1984年大会のキプロス国内選考に参加していた曲であり、大会に参加する曲は新しいものでなければならないと、 する条件に反していた。2001年は予選を通過しないと本戦に進めないルールとなっていた折、その予選を通過できなかった。キプロスからの参加曲の歌詞の大半はギリシャ語か英語であり、例外であったのはギリシャ語とイタリア語を含むノミザが参加した2000年大会、フランス語によるエブリディキのコムチ、コムサのみである。トルコ語はキプロスの公用語の一つであるが、 キプロスからはトルコ語の楽曲でユーロビジョンに参加したことはない。ギリシャとキプロスは共に住民の多くがギリシャ語を話すギリシャ人であるためギリシャ国籍の歌手を積極的に選出する上互いに高得点を投票し合う傾向が強いことで知られている。詳細はギリシャのユーロビジョンソングコンテスト投票を参照。エブリディキヘルシンキでの2007年大会にて エブドキアカビ、ベオグラードでの2008年大会にて、キプロスから高得点が送られた国々、キプロスに高得点を送った国々、出展。10、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。